俺は好きだったよ、リエのこと。私も好きだった。だからリエと会えなくなってきて寂しいよ。私も寂しいな。つなげてよ。私つなげてよ、ちょっと慰めるとかさ。じゃあ私がパクさん家に行ってお料理食べてあげるよ。パクちょっとさんごめんのごめん、手料待理って待って。を食べてあげるよ。私に作りやがれと。あたいが作ってお前食いやがって帰る。ああ、片寝付けてっは？てもいいよ。パクさん家でお袋を借りて、おいしいって、もしくは一緒に寝るかみたいな。ちょっとごめん、ごめん、ちょっと一瞬ドキドキした。本当に今やばいやばい、今すごい暴露に、冷静になれ冷静になれ、すごいちょっと赤くなりそうな感じ。マジで？それはまだやってくれたことないよね、一緒に寝るかって。ちょっともう一回やってくんない？一緒に寝るか寝るよ、全然寝る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 、全然最高余裕よ。寝る。おお、マジで寝る寝る。おお、俺料理作るわ、作る作る、片付けもちゃんとやってみるわ。だけど条件がある。部屋の整理をしてくれ。やるよ。エプロンとか持参しちゃマジで裸エプロンやってくれバる？カじゃダメかな？ダメ？夢なんだよね、裸エプロンで待ってるっていうシチュエーシやればョン。いいじゃん、自ちょちょ分ちょ、が。待っててほしいのよ、裸エプロンで。ただなーって言ったら、裸エプロンでおかわりーって言って、ご飯とお風呂、私どれにする？みたいな。お前に決まってるだろっていう。やりたくてしょうがないんだけど。恥ずかしげもなく、そんなこと。そうですよね。